はい、こんにちは。今日はコーチングの話をしていきます。アドバイスの代わりにすべきたったの一言っていうテーマです。よくコーチとか指導する立場にある人たちっていうのは、まあ、親も含めてですね、先生とかコーチとか監督とか顧問とかね、っていうのが、まあ、子供とか部下とか教え子のことを思って、もっと成長してほしいな、もっとうまくいってほしいな、もっと成功してほしいなっていう本当に親身な思いからアドバイスをするっていうことはよくあると思います。しかし、そのアドバイスを当然相手が受け取ってくれるかどうかっていうのは本人次第なわけなんですよね。でもついつい、まあ、そのアドバイスをしがちになってしまうっていうのは、当然後ろめたい気持ちがあるわけではなくって、相手のことを思ってこうなってほしいな、ああなってほしいなっていう思いはある、それはわかります。でも一方で、そのアドバイスする側がどこか相手に対して恩を売りたいとか、すごいと思ってもらいたいとか、アイデンティティを守りたいとか、尊敬されたいとかっていう、どこかちょっと、まあ、自己中心的な思いから来るアドバイスなんかもあったりするんですよね。はい。で、しかもそこに裏目に出た場合、さらにアドバイスをもらった通りにやったにもかかわらず、それでうまくいかなかったですとかってなると、逆に恨まれてしまうっていう可能性もありますよね。だからアドバイスって、その自己中心的かどうかっていうものと、それを通りにやってうまくいきませんでしたっていう、まあ結構諸刃の剣だったりするわけなんですよ。で、ぶっちゃけ成功するか成長するかどうかって、コーチとか上司とか親とか先生とかが一生懸命教えたかどうかとか、アドバイスしたかどうかじゃなくて、結局本人次第なわけですよね。うん。で、もちろんそのサポートっていうのはできる限りしてあげたいっていう気持ちはわかるんですけど、それが度を超えてしまうと、今度はアドバイス通りにやってれば成功できるってなってしまうと、本当本人がやったからのおかげなんですよ。本人がやったからっていうおかげなのに、アドバイスのおかげでできたんだってなってしまうと、依存的になる可能性もあるんですよ。そうすると今度すぐに自分が行き詰まってしまった時に、コーチとか先生とか上司にどうしたらいいっていう風に、どうしたらいいですかっていう風に、こうすぐに考えもせずに行動もせずに聞いてきてしまうんですよ。要は横着になってしまうと、ね、確かに自分で考えたりとか行動するって面倒なんで、誰かが引いてくれたレールの上をシュカシュカ走ってる方が楽じゃないですか。それは皆さんもう思うところだと思うんですよ。僕だってそっちの方が楽ですからね。自分で考えたりとか行動するっていうよりも、人に動いてもらった方が楽だし、人に答えを教えてもらって、それその通り右から左に受け流すだけってやる方が絶対楽なんですよ。ところが、それでできるようにやったとて、結局自立していかないですし、成長もしていかないと。だから本当に相手のことを思って、こうなってほしいな、ああなってほしいなとか、相手がこうなりたい、ああなりたいっていうことを望んでる姿、そこにたどり着くために、すべき我々がやる行動っていう、行動というか、まあ、かける一言っていうのはたった一つです。どうしたらいいっていう逆質問なわけなんですよね。はい。だからこちらからアドバイスは一切しません。要求されても答えません。たった一言、何々はどうしたらいいと思うっていうことを返してあげると、そうすると相手はっていうふうに考えるんでね、その考えをさらに掘ってあげるっていう、ただその考えを掘るためには、最初の入り口としてどうしたらいいっていう、この一言が大事になってきますよと。確かにアドバイスをすれば、それ通りにやってもらって、うまくいったらこっちもアドバイスした側も気持ちいいですし、一時的には受けた本人も動くことはできるかもしれないんですけど、結局同じことを繰り返すんですよ。自分で考えずに、アドバイスどうしたらいいですか、どうしたらいいですかと求めるだけで終わってしまうと。だから次のステップに自ら進んでってもらうためには、どうしたらいいって聞かれたら、逆に同じようにどうしたらいいと思うっていうふうに返すっていう、この繰り返しによって、まあ、自立に向かっていって、で、自分でなんとか道を切り開くっていう力が養われていくということなので、アドバイスをする代わりに、たった一言、質問どうしたらいいっていうのを返して、相手の成長を促す、こういうのを心がけてみていただけたらというふうに思います。ということで、本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。